バンバラ城のアームストロング航空博物館の ASM-3 エンジンマンバは、イギリスのアームストロングシドレー社が1940年代から1950年代にかけて製造した1500有効馬力を発生するターボプロップエンジンである。アポロ旅客機に搭載されたマンバとプロペラマンバは、重弾軸流式圧縮機、6個の燃焼室と2段タービンを持つ小型エンジンである。 プロペラスピナーの中には、優勢歯車式減速ギアが内蔵されており、エンジンの始動にはカートリッジが使用された。車内での故障は ASM といい、ASM3 は1475エップ、ASM6 は1770エップを発生した。通常のターボプロップエンジンは、ジェット燃料を使用するが、マンバは通常のディーゼル燃料も使用できる。 1948年に500時間のテストが実施され、マンバはダグラス DC-3 ダコタに装着された最初のターボプロップエンジンになった。1949年にダコタ機のテストベッドはエンジンを2機ともマンバに換装された。派生型のダブルマンバエンジンは英海軍のフェアリーガネット対戦哨戒機に搭載された。このエンジンは 実質的に2機のマンバを並列に配し、共通のギアボックスを介して2重反転プロペラを駆動した。減速ギアボックスを外したマンバのターボジェットエンジン版がアームストロングシドレーやダーとして開発された。アームストロングシドレーマンバは、ボリックシャーのコベントリー空港にあるミッドランド航空博物館とコスフォード空軍博物館に展示されている。フライトしより、ありがとうございます。